だよ。13歳おめでとうございます。私だったらもう真っ青で、ドレスコードがそれぞれの担当カラーでその日で決まってて、なんですごいなって思います。会場がその子色になります。そう、入った瞬間わーってね、みんな推しが決まっててもその生誕祭の日だけはその子のカラーになってくれるっていう、嬉しいよね。サイリウムもさ、めっちゃ嬉しい、すっごい嬉しかった。ちなみに今日の衣装のポイントとかありますか？これは新衣装なんです。新曲、うん、新衣装、新衣装になってます。え、もこもこの衣装にぬいぐるみがついてるデザインで、クマが後ろ見ても可愛い、これもセーラー服、ね、これもセーラー服、セーラー服ですね、はい、せっかく学園にお邪魔したので皆さんの何か私物を見させてもらいたいなと思って、はい、
なんかお気に入りのアイテムを一人一個見せてもらえますか。わかりました。はい、はい、はい、誰から行きましょう。はい、はい、シズリン。私は今下げてるテラトーニンのポシェットです。いつも移動の時に携帯やリップクリームを入れて持ち歩いてます。はい、はい、では、はい、ではでは、私はこのニット帽です。今までちょっと20年間帽子をかぶって外に出たことがなかったんですけど、美里がこれ似合うよって言ってくれたので、これで最近出てます。はい、はい、大葉は使う？いいよ。大葉は iPhone ケースです。お、私ドロップ、ドロップのグッズなんですけど、大葉は iPhone5C を使ってて、なかなか C を使ってる人いないですし、ケースがなかなかなかったんですけど、特注してもらいました。お気に入り、世界で1個しかないやつです。なんでこれをお気に入りで、電車の中でもこうやってアピールしてます、ドロップを。お気に入りです。リュック？あのリュックなんですけど、大好きなアニメのキーホルダーいっぱいつけてます。こんな感じです。よ、オタク。缶バッジとかもつけてます。よ、オタク。中身はダメ？中身はいいんですけど、大したもの入ってないんですよね。あ、シズリンと被っちゃうんですけど、これ定期入りに使ってます。ディズニーのシェリーメイちゃんです。よ、オタク。よ。はい、そんな感じです。じゃあ改めて今日のライブにかける意気込みを皆さん教えてください。はい。はい。今日は静香が、お誕生日じゃないけど、今日迎えられてよかったって思えるように、もう私たちで全力でね盛り上げていきたいと思うので、よろしくお願いします。もう頑張ります。ありがとう。はい、今日はしずりんの生誕おめでとうございます。ありがとうございます。しずりんを泣かします。イエーイ、頑張る。はい、今日がしずりんの誕生日じゃないん、じゃ誕生日なんじゃないかって勘違いしちゃうぐらい楽しい生誕祭にしたいです。おめでとう。イエーイ、おめでとう。誕生日おめでとう。ありがとう。みんなの優しい気持ちを胸にいっぱい頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ我々も今から会社の方に向かって、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ニコ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 。